はい、石野くんは結婚したらとかあと彼女さんとかに作ってほしい手料理とかってあるんですか、憧れの肉じゃがとか。ああ肉じゃが、ね、肉じゃがどうですかおばあちゃん。好きですよ私。あ好き食べる方じゃない、作る方あのお父さん飲むんで、あの結構作ってましたよ、はい、食べてみたい。肉じゃがやっぱ憧れる。いや憧れますね。ちょっと今吉岡さんにちっちゃい子で求めすぎだって肉じゃが求めすぎどういうこと。手間かかります、ね、かかかかか確かに、ね、用意したことないからいるんですよ。自分作れないからやっぱり肉じゃが出されたらちょっと、はい、いいな。そうですね、うわ嬉しいなってなります。白滝入れる。いや白滝は入れてほしいですね。絹さや、あ絹さやも嬉しいですね。いいですね。じゃがいもは崩れない程度。そこが難しいですよ。求めすぎになっちゃう。どこに求めすぎになっちゃうかとか。肉じゃがっていうのがポピュラーになりすぎて、逆にその女性側からしたら、うん、肉じゃが作ったらこいつ本気だなって思われそうで、うん、なんか作りにくいよね。確かに。だから一発目何がいいんだろうって考えてる。はい、え一発目でも大丈夫。例えば、はい、まだ付き合ってなくて、じゃお花見デートとかだった時に。はいはいはい、お弁当に肉じゃがあったら嬉しいって思ってくれる、はい、いやいやめっちゃ嬉しいっす、です思います。え本気だなって肉じゃが作ってきたよこいつ肉じゃが作っ ぐつもりかなとかそんなことない怖いのよこっちはさ。多分私が嫁ぐつもりで作ってるからそう思っちゃうのかも。もともとが重いからちょっと頭の中で嫁ぐとか出てこない。確かお花見デートとかいいよね、はい、いやいいですねすごい。肉じゃがと何がいい、はい、なんかそのチーズフライみたいな、なんか揚げ物大変よあんた。そう大変よね。小麦粉やって卵やってパン粉やってお皿まず3つ使うのね。そう、はい、そう。じゃあそれ甘いものも増える。油は使うしね、あとの始末がね。保護社会に紛れ込んで詰められてるみたいな、なんかその先生チーズフライ肉じゃがそうだね、前の日からいろいろ大変ですね。仕込みがねこれそうですよ。めんどくさい注文したみたいになっちゃいましたけど何も分かってないんだから。